お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりですね。今回さ、カメラマンが撮ってさ、 YouTube で足場って検索したことある？ないやん。俺もさっき検索してみたらさ、足場って検索したらさ、俺ら4番目か5番目に来るんだ。そう、お元祖足場 YouTuber やん俺らって。そうですね。でしょ、はい、1番じゃないですか。1番じゃないんだ。でちょっと悔しくて、はい、俺がね、まあ、別にその人たちが悪いってわけじゃないよ、はい、俺が悔しいだけ、はい、悔しくてちょっと初心に戻って、あの解説動画撮ろうと思ったんだよ。これも全部そうなんですけど。ああ、そういうか。屋根足？屋根足はないですけど、こっちの中で、まあ、あるか。本日は乗り換え道場の小林と寺道でした。でした。まあ俺も安全帯ちゃんと用意してね、解説動画撮ろうかなと思って来たら、まあ、ちょっとさ、俺遅れてしまってね。そうですね。ちょっと遅れてしまって三面組んであるから、まあ正面の方解説しながら、はい、まあ撮れたら、じゃあとりあえずちょっと正面の方をね解説していきたいと思いますんで、お願いします。今日手元やりますんで、はい、はい、お願いします。でちょうどいいよ、いいよね。まあここバルコニーまで撮るし。そうですね。ね、じゃあ行ってみましょうか。ここはここは どんな感じで組むの？内柱立てて、そこをブラケット出すよ。ああ、そういうことね。触れるように。すごいな。すごいな。知らなかったっす。わざとらしいよ。これがあるぞとないぞみたいな。塗装屋さんがね、すごい楽なんだよ。そうそう、これを出す。これ、だとここなかったらさ、それじゃ、脚立立てなあかんわけだ。はい。で、養生するの脚立立てて。はい、天気のように毎回脚立立てて、大変じゃん。はい、足場があったらその立てんでいいんだもんね、脚立を。はい、それどこにつけるんですか？これポスト、ポストにつける。ポスト、なんて呼べばいいですか？僕ミッチーですね。みんなからミッチーって呼ばれてるんで。ミッチーさんと。これがないとね、おちっ、俺が目指してる足場っていうのは、はい、脚立を使わない足場、それが足場なんだよ。それをポリシーにやってるわけですか？俺はそれをポリシーにやってる。だって材料も絶対あのみんなに置いてくなって言うし、はい、置いててほしいっていうの、中には素材屋さんとかが。ああ、そういうことですか。そうそう、自分たちで組み替えて、はいはい、うわ、なんか嫌ですねそれは。でそのってことはさ、俺らの足場がさ使いにくいってことじゃん。はい、使いにくいから自分たちで組み替えるってわけじゃん。はい、まあ、時にはなんかイレギュラーでさ、まあね、複雑なところとかそうやってやったりするけど、はい、もう基本的にはもう材料も置いていかない。はい、もう脚立を使わない足場っていうのが俺はもう足場だと思ってるんで。やっぱそうっすよね。そうっすね。ね、はい、軽いんだって、もっと話してくれよ。でも思ったんですけど、ああ、足場で上がってこないのって結構屈辱的。そうそう、足場で上がってこないの。ちょっとすいません、掘り返しますけど。そう、何が一番嫌だって。いや、僕らがやっぱさ、早かったじゃん。そうっすね。そうそう。それなのに、先が見たやつが一番強いって言うじゃん。はい。ね。なのに、その、先が見たやつが、下の方に現れる。マジでドッキリですもんね。そうそう。出てくるのが。垂れたよね。立って。初めて、足場系 YouTuber だったのに。今じゃもう落ちとれてね。最近でも足場のことやってないもんね。全くやってないですよ。なかなかやっぱりさ、ね、やっぱ年末っていうのはもう、ね、あっ、最近解説も全然上げてないですね。上げてないですね。ちょっとスーパー初歩的な質問なんですけど、寝がらみってどこなんですか？寝がらみ？はい。寝がらみって一番下の設備。基本的には。これ、水平を見るさ。ああ、これ、あ、これが一番大事なんですか？寝がらみって言って。はい。これが一番大事って、こう水平見なあかんね。こう水平見るのに。はい。あ、これが狂ってくると。水平が狂ってくると、その高さも全然違ってくるから。はい。本当にひどい時だったら、このコマ一つ分ぐらい。はい。この高、これ高コマなんだけど。はい。で、ここで最後つなげるとするじゃん、こことここで。はい。このコマ一つ分ぐらいこうやって下がってくるから。あ、そうなんですか。最後つながらんくなってきたりとか。あ、もうそうすると全部解体ってなるんですか？そうそう。で、俺の場合だと、ここの、もう、こんだけもうベテランでやってるじゃん。はい。この打ち込み具合にもよっても変わるんだ、これ。マジですか？
だけど俺はもうこんだけベテランだからもう分かっとるんだ。はい、見てよ。じゃあ俺スケールで測ったるぞ。はい、いいぞ。こっからこのコブまでな。はい、2センチね、ほら2センチと、はい、もうベテランだからすごい。見てほら、これもちょっとカットしたけどほら、これも2センチ。おだろう、すごいだろう。すごいっすね。だろう、もうこんだけベテランだよ。わかる。で、これをこうやってブラケット出してあげるじゃん。はい、そうするとここまで乗れるわけ。はいはいはい。ああ、そういうことですか。そう。へえ。で、こっちが4分の1でしょ。1、2、3、4、ここだった。ここまで入れてあげて、はい、そこを成り立てる予定なの。お前3で釣って、あ、3で釣ってダイブラでいく。すごいね。すごいですね。もう考えまくってるわ。考えてますよ。もう僕にはその発想なかったですね。俺もその発想なかったな。俺の発想もなんかそこ、ロープでこうやって使われながらこれ塗るんかなと。疲れた。もう疲れたよ。もうずっと現場出てるんですよね、最近。え、最近ね、なんか最近俺ずっと現場出てるよね。そう。忙しいんだよ。はい、決して現場が楽しいとかじゃないよ。もう現場楽しいけど、仕事ってそれなんか楽しくなきゃできんと思う。ああ、そうですね。足場でもさ、それこんなに過酷じゃん。帰ってね。何時に帰るのかわからんけど、はい、で、いやいや、ね、働いちまったら絶対続かんやん。やっぱ楽しまな、その楽しみ方って人にもいろいろあるからさ、はい、組み上がった時が楽しいっていうのか、それとも何、塗装屋さんに今回めちゃくちゃ使いやすかった足場でありがとうって言われるのが、ね、楽しいって思うのか、結構みんな人それぞれだから。みちゅくん何が楽しくてやってるんですか。お酒飲めること、給料してもらえるわけじゃんあそこのお花ってどうするんですか。強行突破で中に来るんじゃないですか。そう、そう、強行突破しかない。こう1800、1800で続けたいけど、はい、ここに1800入れると、はい、ちょうどこの根っこに当たるから、はい、その下のジャッキがだから1800と1200を入れ替えて、はい、根っこを買わせるからで、うまいこともここにこういうのって図面の段階で分かるんですか。え、図面の段階で分かるんですか。図面の段階、図面に木の位置とか書いてあるかな。書いてないですか。書いてないよここ木があるよとか書いてないここはウソッキーがおるって書いてあるウソッキーだどこの感じで、これだったらこう触れるじゃん。はい、全部で、こうキャラ掴んでいいじゃん。はい、これ一本ずつ手すり上げてあげると、はい、乗れるじゃん、こうやってあー、はいはいはい。今真ん中一本だけでいいんだよ。そう、乗れるよりしやすいね。あ、もうそれで用意してたんですか、これ。そう、当たり前や。でも頭の中で全部組み上がってるんですよ。当たり前や。で、プレス乗り入れするところは、まあ、2枚切りにしたら押して、そうすると、こうやって伸びるでしょ。はい、取ってね、これいい感じじゃん。はい、ええやろ。だって今もう10万4千人ぐらいのファンかな。いますいますね。あ、もう全部ミッチーさんなんですか。全部の特大変だよね、やっぱやっぱ10万人にさ、伝えていくっていうの。はい、俺だって1人しかいねえじゃん。だけど何人今のこの俺がおるって言ったらさ、やっぱ10万人の人たちが俺を見てくれとるから今の俺があるんだよね。はい、本当にいつもありがとう。もうちょっと見るように言ってほしいですね10万人のファンだけに再生回数が最近少ないから確かにごめん、10万人ファンじゃなかった多分9万9000人くらい俺のアンチだったわこれはもうすぐ送り出してね、こういうこともできちゃうわけよ。よいしょ。でもさ、みんななんか何しよう、この3手とかさ、
使わんと思うけど、これめちゃくちゃいい。サンテって何ですか？絶対よかった。300円の手すり、これ。あ、これですか。シングル1枚入るの、ギリギリ、はい、あー、でも外に触れるわけよ。はい。で、ちょうど見て、これ越境もできた下なんじゃん。もうちょうどフェンス打ちたもんで、はい、越境もしてないわけよ。はい、サンテって意外に使えるってこと。みんな使わないんですか？みんな、なかなかみんな、ね、まあ使ったところもあると思うけど、サイとサンテと、まあ、細かい材料って結構ね、使えるで、絶対俺使った方がいいと思う。よしよしよし。おい、変遷か、お前。トレースえいっす次のどう違いや。まあ今回ですね、足場解説、初心に戻って、はい、まあ、数字伸びるんじゃないかということで、数字数字とは言ってますが、はい、数字数字とは言ってますが、はい、数字数字、俺の数字見ろよ、会社の数字、これがミッチそんな感じはい、だからまあ細かい材料とか、なんかやっぱ自分で求めてったらだよね、なんかキリがないよね、本当にここをこうしたい、ここをこうしたいとか全部なんか細かいことやったらキリがないから、そこをどうやって端折って、いかに職人に使ね、よく使ってもらえるかで多分変わってくると思うので、まあでも第一、一番に考えるのが、まあ俺らの自己満のね、足場かもしれんけど、一番がでも職人だで。そうだね、俺らも塗装の職人がメインだよ、足場使う職人。そうそう、で俺はもう、まあね、まあ最後だから言うけど、俺は足場っていうのはもう脚立は使わない、足場材を置いていかないのが足場だと思う。そう、シートまでね、シートまで下まできちっと張って、それが俺足場だと思う。イケメンさんの足場はどんな感じですか？はい、イケメンさんの足場はどんな感じですか？女性が乗っても怖がらないような足場ってこと？どういうことですか？イケメンだなかっこいいっすね、やっぱり。心意気もイケメンだったわそんな感じそんな感じですか？そう、女性が乗ってもこう揺れてこうやって、あー怖いって言ってならないようなそういう足場そうですね、そんな感じお前多分、あれだよ、普通に足場職人か、このバットってめちゃくちゃ何のために仕事しとんやって今回初心戻ってね、ちょっとあの足場解説動画でしたが、まあいいと思ったら、あのぜひコメントいいねですね、はい、いいね、まあ、チャンネル登録も絶対だから、チャンネル登録も絶対だからね、コメントいいね、ぜひよろしくお願いします。お願いします。また見てね。